皆様、マスコミの皆さん、そしてファンの皆さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ご挨拶が遅くなってしまいましたが、シードリング、2017年になって初めての会見ということで、本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ私自身の話にもなるんですけれども、昨年末から、12月にラウェイに挑戦して、ミャンマーで KO 勝ちをさせていただきましたり、そして昨日星座という新しい大会がスタートしたんですけれども、そちらの星座の方でも見事勝利することができました。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらも勝利していただいたセンスとメダルなんですけれども、ミャンマーの時もメダルをいただいて、あとベルトもいただいてですね、なんかやっぱ非常にこうやって形に残るっていうのは嬉しい。素直になんか単純に嬉しいよ。はい、重いんだよ。嬉しいです。なんか重みがありますよ。どっちかください。ダメだよ。試合をしてよ。試合をしてください。しません、私は。いや、もうこういうなんか日本風な感じで、とても、そうですね、女子プロレスラーの強さを証明していますね、七重さん。そうですね、はい、シードリングでも、はいはい、強さを追求して、はい、今年も頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、そしてですね、早速ですが来週に迫ってまいりました、26日シードリング開幕戦インテグラル D の会見を今日行わせていただきます。インテグラルという意味なんですけれども、不可欠なという意味がありまして、今年さらにシードリングが成長していって、まあ、不可欠なシードリング、完全体になるシードリングみたいなイメージで、このタイトルをつけさせていただきました。そのためにも、選手それぞれが精進していくことが何より大事だと思いますし、その先頭を私が歩いて引っ張っていく存在でいたいというような決意表明でもあります。ということで、また頑張っていきましょうね。はい、頑張っていきます。はい、それでは順に、試合順の方決定しますので発表させていただいてまいりたいと思います。第1試合シングルマッチ20分一本勝負、パワフルスターティング、山下里奈 VS アレックス・リー。アレックス・リー選手はシードリング初参戦となります。2人とも、パワフルな体型な選手で、第1試合から激しいぶつかり合いになるのではないかなというふうに思っておりまして、こちらも楽しみな試合となっております。よろしくお願いします。そして第2試合タッグマッチ20分一本勝負、ワンダフルファイヤー、豊田真奈美&水波亮VS ユキヒマヤ&ビッグバンニコル。ユキヒマヤ選手はシードリング初参戦となります。今日ビッグバンニコル選手が、わざわざ来てくださいましたので、ニコルコメントの方よろしくお願いします。 This will be third seedling show. Very excited. Please come. 頑張って。戻ってきました。頑張ると。ありがとう。頑張って。頑張って。ありがとうございます。はい、はい。それでは第3試合、ハイスピードタッグマッチ20分一本勝負、ファーストハイスピード2017。はい。はい。カードは藤本司＆小林香歩 vs つくし＆桃野美代となっております。前回の試合でですね、まあ、いつものように藤本司がレフェリーに暴行を働くっていうありえない、ね、行為をまたしてきたんですけど、はい、そこに試合後突然、はい、救世主が現れて、はい、桃野選手ですよ、救世主、はい、はい、藤本司に思いっきりドロップキックして、はい、夏希さんをいじめないでください、おお、もう天使救世主れまして、天使、はい、はい、で、ハイスピードに挑戦したいと直訴してきてくれたんですけれども、もうぜひということで、はい、はい、藤本司を倒すためのもう秘策もね全部教えて、もう絶対にこの試合で
藤本司やっつけてほしいと思ってるんで、はい、また新しい、はい、ハイスピードが見られるんじゃないかなと思ってますので、皆さんお楽しみに。はい、あのなんか今年はまた何でしょう、ハイスピードの新たな挑戦というか、自分的にはまあ、はい、こうやって初めて桃の選手みたいに自分からアピールしてきてくれた選手がいるっていうのはとても意味があることだと思うし、はい、あの何回か、ね、マーベラスに行って一緒に練習をしたりとかしていた中で、すごく桃の選手はガッツがあって動きも速くて、で長代千草さんもこいついつかハイスピードとかいけんのかなみたいなことを言ってたりとかしてた、ことがあって、ちなみに長代さんはロースピードに出たいと言ってました。ロースピードは今ありませんありませんが、まあ、はい、ハイスピードっていうのはなんかそのうち、まあハイスピードってくくらなくてもみんながそういうね動きができるように、はい、できるようにというか、う、ね、まあみんな持ってるものではあると思うので、そこを突き詰めて磨いていくっていうことが今年できていけばいいのではないかなと私は思っております。はい、はい、まあ、レフェリーでありトレーナーであり、はい、夏木選手じゃない、夏木も、はい、はい、自分もその先を見据えて、はいはい、やって、長井さんの挑戦も待ってます。はい、私はいつでも何でもいつ何時も挑戦をやめませんので、はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、それでは次の試合いきます。第4試合、よしこデビュー6周年記念試合、タッグマッチ30分一本勝負、パンドラズボックス、よしこ&アジャコング VS 松本ひろよ&サリーということで、今日は、サリー選手にも来ていただきますので、コメントの方を出していただきます。6周年ということで、今年は新しいよしこをお見せしたいんですけど、先日から始動したアジャコングとのタッグで、シードリングもよしプロレスも自分たちが新しい景色をどんどん作っていけたらなと思います。対戦相手のサリーなんですけど、まあ一言言ったら眼中にないです。この間タッグ組んだけどやっぱりうまくいかないし、今回相手としてタッグで当たるけど、なんだろう、相手として不足があるんじゃないかなと思います。でも今回タッグマッチで、久々に当たる松本ひろよ、もう自分は楽しみで仕方ないんでね、で松本との戦いも楽しみにしつつ、自分とアジャコングのタッグ解消していきたいと思ってます。はい、最近のよしこははっきり言って全く冴えてないし、なんか自分には沈みゆく太陽にしか見えない。復帰した時がさ頂点じゃないの。自分はこれから上がっていく人間、よしこは下がっていく人間、この試合で、自分が結果出してこいつとのシングルにつなげたいと思います。かうちに大体シングルで負けてるくせに、お前何でかって伝えてんの。は、昔のこと何ガタ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 言ってんの。いやいや、お前マジ眼中にないけど、そういうとこがカッコ悪いんだよ。お前何言ってんの、大丈夫。とにかくこの試合で勝ってよしことのシングルマッチにつなげたいと思います。いやいやいや、そしてこいつに恥かかしてやります。何回シングルやっても変わんねえや。はじゃあやれよシングル。お前何言っちゃってんの。お前にうちはシングル2回も勝ってんだよ。次のシードリングでお前のこと恥かかしてやるよ。いやいや、いや聞き捨てならねえよマジで。お前その吐いたと飲み込むんじゃねえぞ。は？かっこ悪いよ。目のがかっこ悪い。お前のがかっこ悪いよ。目のがかっこ悪い。小学生みたいなのやめてください。おめえだろそれ。はい、以上です。いやいやいや、マジでありえない。と、二度と自分の前でこんなでかい口聞けねえようにしちゃおうかな。うちのセリフだよ。負けてるくせに調子乗ってんじゃねえぞ。うっせえ。今回もボコボコにしてやったんだ。お前だってこの間負けただろ。はおめえはうちにシングルで負けてんだよ。忘れたんだ。だからやってやるよ次。昔のこと言うんじゃねえよ。いちいち。できんのかい。できるよ。できねえだろ。は負けてんだぞお前。うっせえ。は次勝ってやるよ。お前二度とでけえ口。は次勝ってやるよ。何だ。うん。はい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 。はいはいはい、手出す。リングでやれよ。続きましてメインイベント、シングルマッチ30分一本勝負、ゴーイングゴーイング、高橋七重 VS 中島有子です。12月28日に JWP を退団しまして、年が明けて
山にこもっていました、山を駆け上り川に浸かって大寒波の中滝に打たれるという修行をしてきまして、心身ともに清められまさに心機一転新たなスタートを切るにふさわしい自分になれたなと思っています。そして対戦相手の高橋七重、昨日も格闘技戦に参戦していてそれを見に行かせていただきました。ラウェイも映像で拝見しました。すごく強くてキラキラしていてやっぱり自分が見込んだだけのことはあるなと思いました。女子プロレス界で高橋七重が今一番だと思っています。だからこそ私は勝つ意味があると思いますし、どんなベルトを取るよりもどんな賞を取るよりも名誉をもらうことよりも私は今高橋七重に勝ちたい、その思いがとても強いです。そして常々高橋七重は世界一と口にしていますが、私ももちろん一番を目指しています。やっぱりオンリーワンよりもナンバーワン一番だけが私が求めているものです。ただ一番というのはたった一人しかなれないと思っているので、高橋の名に勝つことによって必ず女子プロナンバーワンの座を手に入れたいと思っています。はい、中島有里さんに見込まれた高橋の名です。まあ何ですかね、前回の12月の大会の時に私の前に土下座して頭を下げたその中島有里沙の気持ち、まっすぐな気持ちを1月26日のリング上で、感じたいなと思いますし、まあよく分かってますよ、中島有里沙は私のことが大好きなんだなと今のコメントを聞いても思いましたし、昨日もわざわざ正座の応援に来てくれていたみたいなので、まあ私の姿が眩しくてしょうがないんだなっていうふうに思いますけど、その輝きで、実際の試合も目がくらんでですね、スリーカウント聞くのは中島有里沙になると思います。私は、まあ、先ほども言いましたけれども挑戦をやめずに世界一一番の道を自分の手で作っていきたいと思います。道を作るっていうのは怖いし、うん、しんどいこともあるし、でもその分楽しい、ワクワクすることがいっぱいあります。で、私が作った道を歩きに来るのは自由です。そこを逃げないでこうやって向かってくるって姿勢っていうのは私は認めたいと思うし、うん、なんかプロレスって罵り合ったりするばっかりじゃなくて、こうやって心と心、体と体、それをぶつけ合うっていうものを私は格闘技戦に出たりすることによって今学んでいるし実感している最中なので、またそういう突き進む姿っていうものをシードリングのリングでももっともっとお見せできるように頑張っていきたいので、この試合ぜひ注目して見ていただけたら、その姿を見ていただけると思います。よろしくお願いします。それからあのコメントで出させていただいたときに、今30分一本勝負で発表されていると思うんですが、無制限一本勝負をお願いしたんですが、答えを今いただければと思います。はい、はい、私にとって時間っていうものは関係ないと思うし、30分一本だろうが無制限一本だろうが何の影響もないので、無制限一本勝負でやりましょう。それで苦しむかもしれないけどいいですか。はい、じゃあ 無制限で時間無制限一本勝負に変更します。よろしくお願いします。いや、どちらもですね、心身ともにですね、やっぱり今までトレーニングや練習はしてきましたけど、修行っていうのはしたことがなかったの で、そうですね、自分 このメンタルの部分っていうのは自分の課題でもあったので、そこをこう鍛え直して新たなスタートを切るのにふさわしい自分になったと思っています。どこがどう変わったかっていうのは
やっぱり1月26日リングの上で証明したいと思います。どの辺の山？秘境です。秘境ですか？どんな気持ち？まあ、そこ目の前に滝があるので撃たれるしかないですよね。いや撃たれなくてもいいでしょ、はい、別に。いや撃たれるためにあるでしょ。滝は流れるためにある。いや撃たれるためにあるでしょ。山があるから登る、滝があるから撃たれるというのは、まあ、人間の心理だと思います。どんな登山家だよ。そうや、人生は山登りだから。お、まあもうその境地に来てるな。来てる来てる来てるよ。あ、自分自身もその戦い方が変わるとか変わらないとかそういうことではなくて、完全決着をつけたいということですね。ドローとかっていうことはありえないと思ってるので、もちろん30分以内というか、まあ、時間は気にせず決めに行きますけど、まあ、ドローだとかそういうものはないっていうところですね。はい、決定的に自分が何ですかね、身を削って戦っているので、ギリギリのところで やっていきたいなっていうのがあります。私はそうですね、あの例えばラウェイだったら2分4ラウンドで、昨日の星座だったら3分3ラウンド、その限られた時間の中で結果を出すっていう風にすごく追い込まれるじゃないですけど、今勝たなきゃダメだ、ここで倒さなきゃダメだっていう風に、あのどん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 集中力が増してったっていう経験を本当最近、ここ最近しているところなので、時間無制限になったところでなんかその感覚を忘れちゃいけないっていう風にしか思わないので、本当に時間が関係ないですね。もう終わらない戦いはないですし、私がバシッと KO してやってもいいんじゃないかなって思ってます。あ、もう警戒も何も私も全部もう歩んできた道なんで、滝は撃たれたことない。滝は流れるもんだと思ってたんで、撃たれるもんだとは思ってなかったんで、ただ自分もやっぱあの怪我で欠場したりとかして、やっぱそういう時やっぱレスラーが試合できないって一番あのゼロになってしまうというか、そういうところで精神的に修行が必要だと思って座禅を組みに行ったりとかそういうことはしているので、まあやっとそういうところに気づいたのかな、こいつはっていう部分なので、全てが私の後を歩いてるなっていう感覚ですね。滝は流れるもんだと思います。いや、必ず勝って一歩でも二歩でも高橋七重の先を歩いて、ああ私も滝に打たれたいと必ず思わせたいと思います。滝大事かな。すいません、お願いします。すいません、お願いします。はい、チーズ。